ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。たとえ忍術や剣術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の意図を貫き守り通す時。守ることの大切さはお前からもらった。いいよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。この世を燃えよう、魂を燃えよう。今こそ大切なものを知っても守り抜くとき。第8章。